どうもメシアです。息のなりなんですが、皆さんが人からもらった一番高額なものって何ですか？彼氏から高級バッグを買ってもらったとか、友達から旅行のプレゼントをもらったぞって方もいるかもしれません。僕はですね、今までもらった高額なもの、それは皆さんからコメントでもらった優しさや温かさ、そして YouTube ができているこの経験です。お金には代え難い、まさにプライスレスです。すばらー。はい、というのは一旦置いといて、まあ普通に友達からタンプレでもらった1万くらいのブレスレットですね。あらざっす。はい、というわけで本日は人から物をもらいすぎたキャバ嬢の末路をお話ししていきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いします。まず簡単な事件の概要です。2023年元ナンバーワンキャバ嬢の姫香という女性に数十億円貢いだという不渡客の彼氏かけるんこと菊池かけるさん46歳に投資詐欺の疑惑が浮上し、店を出禁にされ、 LINE をブロックされ、 SNS に小言を言われたことなどにかけるんがブチギレし、 SNS を使って姫香さんのことを暴露しまくり、現在は姫香さんは数十億円の贈与税を支払わないといけない可能性が出てきたというのが超簡単な概要なんですけど、まあね、姫香さんもかけるんも誰だかわかんねえよという方からしたらマジで意味不明だと思いますんで、ちょっと順を追ってお話ししていきますね。まずこの事件の中心人物、姫香さんは大阪北新地で圧倒的ナンバーワンだったキャバ嬢です。自身最後のバースデーイベントの3日間で5億円を売り上げるという伝説を残し、2023年11月でキャストを引退。その後は所属していた店の社長と共にキャバクラ店の経営をしながらモデルやタレント業をやっており、23歳にして夜の世界で名前を知らない者はほとんどいないという伝説の女性になったんですね。この成功について姫香さんは自身ではこう自己分析をしていました。接客で言えば、私は相手からどう思われているのかを気づくのが早いです。自分に興味がないなって人は諦めていました。自分に興味を持ってくれたり、よくしてくださる人に時間を注げていたなと見極めるのは得意だったかな。不渡客センサーは強かったかもしれないです。かっこ笑い。はい、確かにキャバクラというのはまさに営業職ですから、お金をたくさん使ってくれるお客さんを見極めて一気に攻め込むというのは確かに大切ですよね。しかし姫香さんの人を見極める能力、これが発揮されなかった出来事が起きてしまい、それが今回の大きな事件につながっていくんです。ナンバーワンキャバ嬢の姫香さんに3日で1億円使うなどし支えてきた不渡客の男がいました。その男が先ほどお話ししたかけるんこと菊池かけるだったんですね。かけるんはエクシア合同会社をはじめとする複数企業を経営しながら、天才トレーダーとして高利回り高配当を売りに投資家5000人から530億円以上を集めたという実業家で、年収は10億円から40億円だと言われていました。えぐつ、まさに大富豪です。そんなかけるんと姫香さんは、まあ夜の世界のことなので当てにはなりませんけど、交際関係にあって、実際ペアルックで仲良くお泊まり旅行をしたり、結婚しようと話したり、一緒に住もうとも話していたみたいなんで、結婚も間近ではないかと言われていたんですけど、2022年、かけるんの会社の出資者から出勤に応じてもらえないといった詐欺被害を訴える声が高まり、出資者59名から総額約32億円の損害賠償訴訟が提起され、同年の11月28日にはエクシア合同会社の最高経営責任者、つまり CEO を辞任してドバイへ逃亡し、2023年1月には自身の SNS で迷惑をかけた関係者各所への謝罪、不法行為が立証されていない状態で詐欺などの言葉を使わないでほしい、全ての責任の所在は代表社員である自分にあると謝罪をしていました。でここで気になるのが、一番自分を支えてくれていた不渡客で結婚間近まで行ったかけるんがこんな悲惨な状態になってしまった後の姫香さんの対応ですよね。実際ネット上で姫香さんに対して、詐欺で稼いだお金で貢がれてどんな気持ちと
という声が殺到し、姫香さんは SNS でこのようなコメントを表明しました。この度世間を騒がせてしまったことについてお話しさせてください。皆様からのご指摘のある菊池翔さんに対しての今までの気持ちと今の気持ちをお伝えさせてもらいたいと思います、と前置きをし、最初にお客様として出会った時すごいお客様だなと思い、お客様として接客させてもらっていました。そして月日を重ねていく中でいつの間にか好意を抱いていました。11月頃にお客様に出入りを控えてもらうように言われ、控えてもらうことになりました。とまあ一応本当に好きだったんだよっていう話と、かけるんは出禁にしたよという内容を話しています。そして散々言われていましたが、それでも好きになった方なんで彼の言うこと全てを信じて一緒にいました。それが今までの気持ちです。しかしこの一件で思ったことがあります。一緒にいてるだけでこんなに皆様にお叱りを受ける人を好きになってはいけないと思うようになりました。そしてすごくこの数日は好きという気持ちをかき消すために、でも前を向いていこうって思うための時間を費やしていました。そしてお別れを伝えさせてもらいました。はっきり言って世間知らずだったのかもしれません。年齢のせいにできないのは分かってます。もう一度前を向いて頑張りたいと思います。長々読んでいただきありがとうございました。ということで、まず僕が見て思ったことはうまいなと思いました。今までは好きだったし、最後の最後まで信じていた。でも世間からダメだと言われて、好きだという気持ちを一生懸命かき消して別れて、今後は前を向いて頑張ると。まあ過去の過ちを認めて未来のことを話すと。作詞ですね。ふわも稲田さんも見習ってください。ふわなんか謝罪文で言い訳かましてましたからね。論外です。しかしこれに対してかけるんは、結婚の約束までしていたのにこんな人だとは思わなかったなどと一方的な発信をされ、 LINE もブロックされてしまい、偶然遭遇した姫香さんの父親には失礼極まりない横暴な態度を取られ、かけるんはブチギレし、インスタグラムのライブ配信やストーリーズを通じ姫香さんの暴露をし始めたんですね。さあここからです。暴露内容をお話ししていきます。これね、なかなかグロいです。一応言っときますけども、かけるんはこの暴露の裏付けとしていくつか証拠を提示していますけども、あくまでもかけるんが言ってるだけと思って聞いてください。1、無整形でこれだけ可愛くなれると歌っていた姫香さんが実は包茎や顔の整形をしていた。包茎の種類としてモディバと言われる自然な見た目になるように配慮されたシリコン製のバッグを270万円で入れており、その費用も全部かけるんが出していたと。この整形の相場だとだいたい130万円ほどらしいんですけど、270万円ということなんでかなり大きいサイズを入れていたことが考えられます。まあそれどうでもいいか。他にも顎、頬の脂肪吸引、バッカルファット除去などの整形をモニター価格でやっていたため、症例写真が SNS に残っていたらしいんですね。ですがこれもかけるんのマニーパワーで消してあげたそうです。2、姫香さんの初対面の友達にも見つかされた。かけるんは初めて会った姫香さんの親友 A ちゃんが誕生日だからということでエルメスの長財布40万円をプレゼントしたそうなんですね。そしたら姫香さんは一緒にいた R ちゃんにもと言って R ちゃんにも40万円の財布を買ったそうです。しかもこの時4人で食べたカニ料理は90万円したと。エグス、これすごいですね。カニとかスシローのカニ尽くしフェアぐらいでしか食べないんで、カニがそんなに高いことにまあびっくりしましたね。ちなみにかけるんは姫香さんのお母さんにも350万円のカルティエというブランドの時計をプレゼントしたそうです。そもそも金持ちすぎますよね。3、二股相手とのマンションの頭金をかけるんに払わせる。これは証拠写真もあるんですが、タワーマンションの違約金157万円の請求書とともに姫香さんがこれ払いたくないうるうるという文字とかけるん中というスタンプが送られてきたと。かけるなんで払った。4、結婚詐欺疑惑。結婚詐欺というのはそもそも結婚をする気がないにもかかわらずその気があるように見せかけて男性もしくは女性を騙し金銭を搾取すると結婚詐欺が成立します。かけるによるとキャバ嬢引退後に結婚するという約束をしていて、このように一緒に住む予定だったタワマンの内見もしていたそうなんですね。確かにこれは一緒に住めるんじゃないかって思っちゃいますよ
よね。よやるわ。ちなみにかけるんは刑事告訴も検討しているそうです。さらにお客さんのことをキモい客などと裏垢で投稿していたことやナンバー2の子を裏垢を使って泣かせていたことなどを暴露していましたが、一番やばいのはやはりこれですね。5、自分で買ったと言っていたプレゼントはほぼ全てかけるんが貢いだものだった。姫香さんは SNS でもらってばかりだと贈与税がえぐいんですよとにかくと話しながら、自分で買ったものとして多数の高級ブランド品を紹介していたんですけど、まあそれもねほぼ全てかけるんが買っていたという感じですね。例えばこの YouTube 姫香ズバッグコレクションという、絶対こんなバッグいらんやろってくらいの量のバッグを紹介した動画に至っては9割はかけるんが買ったものだったそうです。なそれ。まあ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 、これね具体的に何がやばいのかって話なんですけど、姫香さん本人が言っている通り贈与税がやばくて、税理士 YouTuber の菅原さんはこのように解説しています。人から人に物やお金が渡って年間110万円を超えたら贈与税が発生します。これが本当の話なら贈与税を支払わなくてはいけません。姫香さんがもらった金品は一説には総額25億円を超えているそうですが、これ現金一括で13億円を納めなくてはいけませんと解説していました。エグス、もう一回誰か男捕まえて13億円分もらわないと無理ですよね。あ、でもそれも贈与税がいるのか。で、さらに菅原さんによると、姫香さんがこれをもらいましたよというのが無申告だった場合、まあおそらく無申告なんですけど、その場合は重加算税というのが5億円加算され、合計18億円支払わなくてはいけないんですね。あー、やばいな。しかもですよ、かけるんはどうやら姫香さんにプレゼントした10億円分の領収書を手元に持っているそうなんで、それを持って国税局へ話しに行くそうですし、今回の件で国税もターゲティングしていると思われますので、まあ申告していなかった場合行かれちゃいますよねこれ。どうなるんでしょうか。皆さんはどうなると思いますか。コメントしてください。コメントはいくらもらってもね贈与税はかからないんでね。はい、この件についてまた進展がありましたら動画にしてほしいという方は高評価で教えてください。頼みます。ではまた。